デリン・ベタンセスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシブルクリンク出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のニューヨークメッツ所属。愛称は、マイナーリーガー時代に、アダム・ウォーレンが名付けたドグという愛称とベタンセスの、頭文字の D を合体させた D ドグ。2018年のプレイヤーズ・ウィークエンドでは、エル・アチャドという愛称入りのユニフォームを身につけた。 ニューヨーク州マンハッタンのワシントンハイツで生まれる。両親は共にドミニカ共和国からの移民。10歳の時にはヤンキースタジアムでデビッドウェルズの完全試合を観戦していた。高校卒業後はバンダービルト大学への進学が決まっていたが MLB ドラフト8巡目でニューヨークヤンキースから指名されプロ入り。契約金はコミッショナー推奨額を大きく上回り。 8巡目の選手としては過去最高となる100万ドルだった。2009年の後半戦に右ひいを手術した。2010年に復帰し、参加の A 級ンパヤンキースで防御率1点台と高騰。終盤には A 級トレントン・サンダーに昇格した。同年オフにはヤンキースの40人枠に加えられ、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて球団内4位。 マイナー全体では43位の評価を受けた。2011年は a 級トレントンで21試合、トリプル A 級スクラントンウィルクスバリヤンキースで4試合に先発し、合計4勝9敗、防御率3.70だった。9月22日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビュー。2012年は開幕をトリプル A 級スクラントンウィルクスバリで迎え、16試合に登板。 6月下旬に A 級に降格し、38試合に登板した。2013年5月10日に2年ぶりにメジャー昇格。5月24日に故障者リスト入りしていたイバンロバが復帰したため、再びトリプル A 級スクラントンウィルクス割に降格した。2014年4月26日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦では、同点の5回途中から登板し、 2回を1安打、無失点に抑え、メジャー初勝利を記録した。前半戦は40試合に登板して、防御率1.46、ホイップ0.70、55回1、3で84奪三振と好成績を残し、オールスターに初選出されたが、登板機会はなかった。9月14日のボルチモアオリオールズ戦で、シーズン130個目の奪三振を記録。 マリアのリベラが1996年に記録したリリーフ投手による脱三振数の球団記録に並んだ。130脱三振に達するまでにリベラは107回に3を要したのに対し、ベタンセスは87回に3のみであった。同月17日、タイタンパベーレーズ戦で2三振を奪い、球団記録を更新した。後半戦も30試合に登板して、 防御率1.30、ホイップ0.78と高水準の活躍を続け、年間を通してリリーフエースとして君臨。基本的にはセットアップマンでありながらチーム最多の70試合に登板し、そのうち半数の35試合で4アウト以上を奪うなど、ロングリリーフも頻繁にこなし、非常に貢献度の高い内容を見せた。新人王の投票では、ホセアブレイユ、 マットシューメーカーに次いで3位に入った。2015年は前半戦で41試合に登板し、防御率1.53、ホイップ0.83、47イニングで77、脱三振と好成績を残した。2年連続でオールスターに選出され、7回裏に初登板を果たし、1イニングを無失点に抑えた。また、球団史上初となる。 救援投手として2年連続100奪三振を達成した。最終的には、ジャスティン・ウィルソンと並び、チーム最多の74試合に登板。防御率1.506勝4敗9セーブ84.0イニングで131の三振を奪い、2年連続で圧倒的なピッチングを見せた。10月6日のヒューストン・アストロズとのワイルドカードゲームで、 ポストシーズン初登板を果たしたが、1 2回を投げて、1失点、1安打、1死球、4奪三振で、チームも敗れてしまった。ヤンキース時代2016年は移籍してきたアロルディス、チャップマンが抑えを務め、ミラーがセットアッパーを務め、ベタンセスは7回を任される予定だったが、チャップマンが DV で出場停止となったため、開幕当初は前年に引き続き、 セットアッパーを務めた。チャップマンが復帰してからは、予定通りミラーが、セットアッパーに配置転換され、ベタンセスは7回を任された。チームでは7回を投げるベタンセス、セットアッパーのミラー、抑えのチャップマンで勝ちパターンとして起用され、この3人を、スリーヘッディッドモンスターと呼称されたり、チームが3人の頭文字を取り得点を与えないという、意味で、ラン DMC を真似た。 ノーランズ DMCT シャツを販売したりもした。オールスターには3年連続で選出された。オールスター後に、チャップマンがトレードでシカゴカブスへ移籍後はミラーが抑えを務め、ベタンセスはセットアッパーに配置転換された。ミラーがクリーブランドインディアンスへトレードで移籍した後はついに抑えに配置転換された。この年は3年連続70試合以上となる73試合に、 当番して、自己ベストの12セーブを挙げたが、過去2シーズンの人数力は切れ、防御率3.08とホイップ1.12は直近3シーズンでワーストだった。ただ、圧倒的な三振ダッシュ能力は勢いを増し、フル出場したシーズンでは最高となる脱三振率15.5を記録した。オフの11月24日に第4回、ワールドベースボールクラシックの ドミニカ共和国代表への参加の意思を表明し、12月5日に選出された。2017年1月19日にヤンキースの条件提示300万ドルに対してベタンセス側は500万ドルを要求。その後も折り合いがつかず年俸調停権を行使し、第三者による公聴会が開かれ年俸は300万ドルで妥結された。ヤンキースの選手が 連邦調停を回避しなかったのは、王県民以来9年ぶり。3月には、開幕前に選出されていた第4回、WBC に、ドミニカ共和国代表として参加した。レギュラーシーズンでは、基本的にヤンキースへ出戻った、チャップマンへと繋ぐセットアッパーを担い、チャップマンが故障で離脱している間は、クローザーも務めた。序盤から、請求難に苦しみ、 よし率6.64、四、しきゅう11を記録。そのせいもあってか、8月24日のデトロイトタイガース戦では、ジェームズ・マッキャンに対して頭部に、小石球を行ったとして、退場処分を受けたが、罰金や出場停止などの処罰は課されなかった。4年連続でオールスターに選出され、8月2日のタイガース戦では3者、連続3級三振を記録した。 最終的な成績は、防御率2.87、ホイップ1.22、100奪三振、10セーブで、2年連続の2桁セーブと4年連続の100奪三振以上を達成したが、本来の投球は影を潜めた。2018年は、前年の請球難を改善するため、シーズンオフからメカニクスの調整に取り組んだ。リリース時における、上半身の一塁側への傾きを抑え、 リリースポイントを安定させた。その結果コマンドは改善したが、シーズン初頭は打ち込まれる場面が目立ち、5月10日のボストンレッドソックス戦が終了した時点での成績は16、IP で防御率5.63、基本類だ4だった。しかし、バビップの振り戻しや、急速の回復に従い本来の投球を取り戻し、5月29日から9月22日にかけては、 アメリカンリーグ史上最長となる44試合連続脱三振を達成。投球の際に右薬指を親指の爪で傷つけてしまい、請球が安定しなくなった試合もあったが、最終的な成績は66試合に登板し、防御率2.70であった。脱三振力は相変わらずで、66.2IP で115個もの三振を奪い、リリーバーとして、 MLB 史上初となる5年連続100奪三振を達成したほか、予死休率を前年の6.64から3.51、投球におけるストライクの割合を58.6%から65.2%に改善させた。ポストシーズンでは、アルホワックにて、ルイス・セベリーノの後を受け、5回表無視1・2塁の状況でマウンドに上がり、 そこから6人のバッターをすべて本退させ、勝利投手となった。アルズでは、第2戦と第4戦に登板し、それぞれに IP1 失点、1.1IP 無失点だった。2019年は、右肩痛と左アキレス腱部分断裂で1登板のみに終わった。オフの10月31日に FA となった。2019年12月24日に、 ニューヨークメッツと1050万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして2021年シーズンはベタンセス側が選択権を所持し、バイアウトの際は300万ドルが支払われる。2020年シーズンの年俸は750万ドルで、バイアウトの300万ドルを含め1050万ドルとなる。背番号はヤンキース時代と同じ68。 長身から投げ下ろすフォーシームファストボールは最速101.8マイルパワー、平均97.7マイルパワーを計測し、平均回転数 2360rpm である。変化球はスラーブとナックルカーブの2種類を投げ、スラーブは82ないし86マイルパワーを計測し、主にカウント球として用いる。ウィニングショットはナックルカーブで、 85ナイス90マイルパーアワーの急速ながらスラーブよりも大きく曲がり落ちる。これらの2つの変化球は混同されることが多いが、ベタンセス本人は投げ分けていると語っている。大量の三振を奪う投球スタイルで、2018年レギュラーシーズンの脱三振率は15.53である。現在はセットアッパーを務めているが、依然ブライアン・キャッシュマン GM は、 彼の素材はエース級と評していた。メジャー昇格後はカッター、チェンジアップも投げるようになったが、2014年からチェンジアップを投げなくなり、さらに基本球種をフォーシームからスラーブへと変更。カッターもそれほど大投げしなくなり、2017年時点では前述の3、球種しか投げていない。制球力が課題点であり、打者を歩かせての典型的な自滅型だったが、 トリプル A 級で予死級率8点台を喫した2012年のオフにアリゾナ教育リーグに参加すると予死級率3点台にまで改善させた。その後メジャー定着を果たした2014年には70登板で予死級率2.4と安定した制球力を見せた。2017年に制球難に再び陥るも翌2018年には改善させた。初記録。 ありがとうございます。